よう、いらした、半蔵殿。早速じゃが、鬼が出て、うちの殿は太宰府より戻ってこぬのです。腕が足りぬか、八千子殿のところに寄っておるかもわかりませぬが。一体どちらかの。 不埒な賊どもめ、神聖なるこの地を荒らしおって。
カドと呼ばれ栄華を極めたこの地も今やひどいありさま。先の領主高影の時世には多少再建がなされたようじゃが。 鬼が出るなんて聞いてない。 天神のたたりだ。もうこんなところにいられるか。
ご存命だったならば、このような惨事には。
あなたのような異国の方が私の指揮を。ああ、申し遅れました。私は福と申します。この地を守護する一階の陰陽師にございます。以後、お見知りおきを。そのあやかしは、先ほどあなた様が打ち倒した私の指揮。何やら怒っているようですが、あなた様自らその怒りを鎮めることもできましょう。どうやら機嫌を直したようでございますね。言葉を持たぬ者は行いや仕草で相手を知ろうとします。覚えておけばきっとあなた様のお役に立つことでしょう。これより先剣気の際なくば無益に死すのみ。にわかに生じた横島なる気配も気がかりでございますれば、もし命を惜しまぬのであれば先へとお進みなされませ。これより先にはん
太宰府の地下によもやこのような場所があろうとは。
この地を守り立てまつらん。捧げしこの身も今やな。
私も共に参ります。
人たりとも犯すべからず。
不仲というが、腐っても目男か。あの守護霊、お主にとって大事なものらしいな。お主が使った方が、この雷霧も喜ぼう。殿が異国に出兵した後、太后秀吉様がやってきました。太后様を拒み自害したとして、殿は、橘の民はどうなるのか。子を失いし我が身、この先長くはありますまい。しかし殿と力を合わせ民を守る、今はそれだけで嬉しゅうございます。
始め。いらっしゃい。
またどうぞ。